こんにちは。中国に包囲網に4カ国が共同訓練です。記事を読みます。中国を牽制するクアッド、ベンガル湾で今年2回目の共同軍事訓練、日米 A ラインのクアッド4カ国が12日からインド洋北部のベンガル湾で共同訓練マラバール2021のフェーズ2に入ると、ヒンドゥスタンタイムズなど現地メディアが報じた。インド海軍によると、年次共同軍事訓練マラバールは8月末にムアム近隣海域で4日間進行され、今回のフェーズ2も15日まで4日間行われる。マラバールは1992年に米印海軍間の軍事訓練として始まった。日本の海上自衛隊は2015年から固定メンバーとして参加し、オーストラリアは昨年13年ぶりに復帰し、今年も訓練に参加している。インド海軍は今回の訓練で先端攻撃武器の活用、対潜水艦戦闘、航海術の改善などに焦点を合わせると明らかにした。駆逐艦ナンビジャイ、多目的ステルス艦艇サトプラ、海洋偵察機 P81 を投入するという。米国海軍からは空母カール・ビンソンをはじめ駆逐艦2隻が動員され、海上自衛隊からは駆逐艦ムラサメなどが参加する。今回の訓練はインド太平洋地域で膨張主義路線を歩んでいる中の国を牽制することに戦略的な焦点が合わされていると専門家らは分析した。中の国の牽制にもかかわらず、クアッド4カ国は加盟国間または他国と安全保障協力を強化している状況だ。ネットの反応です。この前はさらにイギリス、カナダ、オランダ、ニュージーランドも加わってましたね。インドもオーストラリアもやる気出し、中の国を抑え込めるかどうかが試されている。どんどんやっていただきたい。クアッドや TPP なども価値観を共有できない国がいないと気持ちがいい。あら、参加したくてたまらないのに呼んでもらえず恨めしそうに報道してる国がありますね。どこの国かしら。ではまた動画作成いたしますので、よかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。